こんにちは、速稼塾です。今日の通販買ってみた、ずいぶん遅れたんですけども、ディオゴステインさんから送られてきた定期購入がねだいぶ溜まってますので、そちらを紹介していきたいと思います。ネタはね、ナイトライダーですね。なんかね、月に1回送られてくるっていうことだったんですけども、結構ね、月に何回も送られてきてますね。パート4でしょ、で、パート5です。で、形が不揃いですね。だから保管が結構めんどくさいんですよ。本棚に入れるにしてもこんなにかさばったりして、でこれが115号まで送られてきますから、だからね、6畳一間が本当きちっと埋まるぐらいですね。本棚ぐらいじゃ足りないんで、どうしようかなって今から考えてるんですけどね。こういうもの全然作るのも追いついてないです。まだ全く作ってない感じですね。はい、これがまずありまして、あとね、箱も届いてるんですよ。いいですか、こちらですね。段ボールが届いてまして、こちらも開けると、ああー、なるほど、これはね、付録です。よいしょ、あのバインダーですね。先ほどのかさばるのを防ぐために、こうバインダーがね6個送られてきてますね。これは別売りなんですけども、1個690円で、ございます。で、1つをちょっと例にとって出してみましょうか。このバインダー、どういうものかと言いますと、開かないですね。開かない、硬い。いろいろとね、不都合も多いみたいですよ、このバインダー。どういう風に開ければいいのかな。とにかく硬いわ、爪が折れそう。なんで？テープ止めしてあるわけでもないのに。あ、開いた。こういう風にね、開けるじゃないですか。そうすると中から出てくるんです。ちょっとテンション低いですね。これがバインダーですよね。なんか会社の書類を入れておくみたいな感じですよね。納税証明書を入れておくように、うちの会社ではやってますけども、それと同じぐらいのレベルでこういうのバインダーが出てますね。表紙かっこいいですね。こんな感じでございます。まあ1分の1を持ってる私でも、これはこれでちょっとね、持っときたいなって感じです。ここにだから、さっきのやつをサッシだけをドーッと刺して、こうやって110号までこうやってストックしておくって形ですかね。中敷きの紙はゴミ、それからこれは別のディオゴスティーニの定期購入の CM が入ってます。で、シールがこれ見えにくいと思いますけども、1から6までのナンバリングしてあるシールですね。で、使い方のシートが入っていて、でこの包みの箱ね、バインダーを入れておく箱自体もなんかプレミアム感があるっていうかね、これはこれでなんか販売できるんじゃないかなと思いますね、これはね。はい、まあいろいろとディオゴスティーニさん考えてくださってますね。2021年の12月末まで690円でバインダーは販売されてるみたいです。私は前後を閉じれるように計算して6冊買いましたんで、シールもこうやってね、ナンバー6まであるというね、ことになります。じゃあこのバインダーも大切に保管しておこうかなと。ちょっとね、ストック場所を考えないといけないですね。私ね、男はつらいよの、ブルーレイも DVD もあるんで、場所とにかくむちゃくちゃ取ってるんですよ。部屋1個とか2個が死んでますからね、今ね、保管庫で。はい、このだからバインダーを入れておく箱ですら、なんか取っておきたくなるようなね、そんなものでございます。本日は以上です。どうもありがとうございました。